J-12 中国空軍航空博物館に展示されている J-12J-12 は南昇引き製造講師が開発した中華人民共和国の戦闘機1978年に計画中止となったベトナム戦争でのミグ -17 の活躍を評価した中国は簡易飛行場からの防空を目的とした 軽戦闘機の開発を1969年7月に開始した。また、当時中素対率による J-7 の収益の遅れが発生したため、純国産戦闘機として大きく期待され、計画からわずか1年5ヶ月で初飛行した。しかし性能は低調であった。極端に小型軽量化された設計のみならず、文化大革命の混乱も影響している。 技術者の加法も、さることながら、一説によると、エリアルールの採用が、資本主義的であると否定されたという。そのため、文革が収束に向かいつつあった1975年に、そのようなイデオロギー的な干渉から解放されて、改めて大幅な設計変更がなされ、外翼形状変更、ショックコーン追加などを施した第二次試作機が投入された。しかし、 無理な機体寸法の小型化という基本は変わることなく依然として低性能だった。そのうちに J-7 の量産も目処がつき、J-12 は開発続行の意義を失い、計画は中止された。製造数は合計4から6機と推定されている。ありがとうございます。